ダドマイノとタイトルマッチをやって以来、国内で27回目の世界タイトル。ジュニアウルター級としては39年1月4日の高橋パーキンス戦以来2度目のタイトルマッチであります。白井さんね、はい、世界タイトルマッチと2度も英語とそれから日本語で選手が紹介されるのも、これちょっと今まで26回国内の試合がなかったですね。あ、今までないですね、初めてですね。非常にいいですね、こういうことも。でも両方とも照れくさそうな顔もしてます。そうでしたね。さて、郡司さんはどうこの試合を予想されてますか？あのロッププロはですね、技術テクニシャンですね、はい、ボクサータイプの選手ですし、フェチは逆に力の選手ですか、ファイターでパンチに頼る選手なんですが、連打ではフェチの方が強いと思うんですけども、技術という点でですね、ジャブからそれから接近しますとカウンターパンチがありますしね、それからパンチ力も決してなくないと思うんですが、うちが迎えて一番怖い選手じゃないかと思うんですね、はい、チャンピオンのサンドロ・ロポポノにとりましては、昨年の10月21日ベネズエラのビセンテ・リバスを8回 KO 勝ちに破りまして、初防衛に成功して以来2度目のタイトル防衛戦、そして26歳のメガトンパンチャー藤井隆にとりましては13歳から引命した待望の世界タイトルへの挑戦であります。さあ、第1ラウンド始まりました。共にほとんど黒の同じようなトランクスを履いております。白い線の入りました方が藤武、あれ狙ってますね、はい、ちょっと振りが大きいですね、藤武のね、はい、もっとあの左のジャブね、から行った方がいいんじゃないでしょうかね。あんまり大きなパンチでミスしますとね、スタミナにも関係してくると思うんですね、はい、まあ、当たればね、これはもう大したもんですけど、今晩は15回戦、藤武はプロに入って10回以上の試合はまだやったことがありません。しかし一応やはり郡司さん、前半に勝負を仕掛けていく場面を必ず藤は作ると見ていいでしょうね。そうですね、あのボディに当たる可能性はあると思うんですが、そうなるとロッププロの足も止まると思うんですよね。しかしこう見ても本当にロッププロの顔は綺麗ですね。ちょっとも傷がありませんしね、はい、耳も湧いておりませんし、太陽のような顔ですね。そうですね、この人は非常に勘のいいことと、この足がいいですね、大きな左、これはダメでした、空振り。ちょっとやはりジャブを受けまして、藤田口の顔は赤くなっております。あのジャブがくぐれるかどうかが問題なんですがね、うまいですね、ああいうところを避けるのは先バックしてですね、はい、受けますからね、ロコプロは。ですから一発パンチよりやはりあの連打ですね。とにかくサンドロ・ロポポロはプロに入りましたから、これまで50戦1回も KO 負けはありません。ヒゲの藤隆、右側色の白いサンドロ・ロポポロ、ちょっと藤にとってもあのジャブ邪魔のようですね、ちょっと邪魔ですね、はい、やっぱし硬くなってますね藤は、うん、今日は朝計量の時には口笛を吹いたり流行歌を歌ったりリラックスモードでありました藤、果たしてこの第1ラウンドのゴングを聞いてその精神状態はどうでしょうか。大きいですね、振りが大きいですね、そこを左をうまくカウンターされてますからね。ロポポのコーナーではクラウスマネージャーじーっと唇をかみしめまして、このチャンピオンの試合ぶりを眺めやっております。左がいいですねロポポロは。そうですね、白井さん、ロコプロの、ね、左のガードが少し下がるんで、はい、あそこに右のクロスが入るなら、はいはい、まあそういうことなんですけどね、やはりあの下げてるということはですね、はい、目が相当いいという自信を持ってるんでしょうね。藤もちょっと首をかしげました。惜しいことに藤の足がちょっと ないんですよね、あれを狙うのには。もうちょっと踏み込めるといいんですけども、非常にオーソドックスなフォームから左のジャブを連打するチャンピオンのサンドロ・ロポポロ、一方やや第1ラウンド硬くなりまして左右の大振りが目立ちますチャレンジャーの藤武、第1ラウンドゴングであります。郡司さんの採点表、第1ラウンド5対5であります。第1ラウンド終わりました。25勝負。
さてこちら側のチャンピオンのサンドロ・ロポポロ、14歳でボクシングを始めまして10年余りのアマチュア生活で120戦112勝4敗4引き分けという星を残しております。非常にダンディーで日本へ来るのに背広6着ワイシャツ20枚を持ってきたというチャンピオン。第2ラウンドのゴングが鳴りました。左側向こう側顔の見えます藤井貴狙ってますね。はい、あの狙いはいいと思うんですね。右のジャブ、右のストレートですね、あれをボテを打って、行くことはいいですね。しかし白井さん、チャンピオンの足はもうかかとはほとんどつきませんね。おっ、うまいですね、実に巧妙と言いますかね、はい、実にうまいです。先発してほとんど避けてしまいますね。避けながら右アッパーを今取って入れましたね。やはり後者ですね。今の突進は藤井にとってあまり効果はなかったわけですね。全然当たりませんでしたね、はい、ただああいう時にですね、スイングバックしますからね、ボテ狙った方がいいんです。今晩のレフリーは WBA のランキング委員長でありますアメリカのエドソン。真剣な眼差しになっております。藤武 2.0 という素晴らしい視力でこの藤の動きをじっと見極めております。チャンピオン富士のパンチがですね、相打ちになんかなるとね、面白いんですけどね。左、どうだ、当たりません。当たってませんね。ちょっと届きませんでしたか。空をついてるんですね。逆にチャンピオンの左が富士のボディを打っております。また左、ボテですね、あのボテいいですね。左のアッパーカットが藤のボディを狙っております。あんまり藤がね、力んでしまっちゃいけませんね。2、5、6、7、8、カウント8、カウント8。ロポポロのクラウスマネージャー立ち上がった。右入った藤、右が来ました。レフリーブレーク、ファイト、改めてファイトであります。すぐ行った方がいいですね。さあ藤の一発、左、右、ダメか、左入った、足に寄せた、レフトが入った、レフトの奥が入りました。5、6、7、8、カウント8、すでに2度ダウンを喫しました。3回、もう1回の右、左、もうロープに倒れた、ロープダウン、レフリーは取らない、レフリーはまだ取らない、完全にロープダウン。フランスマネージャーが勝ち込みました。藤が勝ちました。第2ラウンド泣いています。藤くしゃくしゃの顔をしております。まもなく藤武の放送席を始めたいと思います。放送席、新しくチャンピオンになられました藤武選手にリング上で聞いてみることにいたします。皆さんどうもおめでとうございます。はい、どうも。あそこにね、大変です。もういろいろお祝いに駆けつける人がおりまして、ご覧の通り大変でございます。あ、今チャンピオンと全チャンピオンと握手を交わしております。勝った瞬間飛び上がった、嬉しかった。はい、それも皆さんはどうも、このチャンスくれた、どうもありがとう。僕もあそこにカメラがありますからね、はい、ファンの皆さんね、僕一回頼むやろ。僕のばあちゃん今見てるの、九州の岡山見てるの、僕のばあちゃん、ばあちゃんに僕すごく嬉しいね。僕のばあちゃん、藤井のばあちゃん、おばあちゃんご覧でしょうか。おばあちゃんに挨拶ね、岡山に